やった！ティアモ、お前はよく一人で訓練しているが、何か訳があるのか？龍馬様、訳は特にないんですが、ただ昔から訓練の相手が見つからないことが多くて。見つからない？天才と名高いティアモの相手なら喜んでお願いしたいところだが。天才ですか。そう呼ばれているせいなのか、かえって敬遠されることが多いんです。騎士団時代は手合わせを頼んでもどうせ負けるからと断られたり。だからそのうち訓練はいつも一人でやる癖がついてしまって。そうだったのか。でも今は協力してくれる仲間がいるから、もっと頼るべきでしたね。いついかなる時に私の力が必要になるか分かりませんから。そこでみんなを守れないようでは、天才と呼ばれようと何の意味もありません。戦士の鏡だな、ティアモは。真面目で力量も確かで、ふと俺の進化を思い出す。ナオウサイゾウカゲロウという忍びのものでな。忍びというのは？任務の達人のことだ。カゲロウは警護、偵察、襲撃など何でもこなすし、サイゾウは汚れ仕事が多くとも文句一つ言わずに遂行してくれる。その働きに報いられていない気がして申し訳ない気持ちになることもあるがな。申し訳ないなんて思う必要はないですよ、龍馬様。自分が認める人に仕えられるなら、それが一番の喜びで幸せなんです。私には特定の主君はいませんが、進化の気持ちならわかります。サイゾウさんとカゲロウさんもきっとそう考えているんじゃないでしょうか。驚いたぞ。まさかティアモの口からサイゾウと同じ言葉が聞けるとはな。自らを知り、自らが認める主に仕えることこそ我らが無常の喜び。あいつはそう言って、それ以上の報いなどいらぬと言うんだ。カゲロウも礼をしたいと言っても気持ちだけで十分だと言っていたな。進化としてこれ以上ない方たちなんですね。素晴らしい主従関係だと思います。ああ、だから俺は素晴らしい進化にふさわしい主であるべきだと思っている。ティアも一緒に訓練をしながら俺の主としての器を見定めてくれないか。もし器に不足があれば、一層訓練に励み、お前に認められるようになりたい。龍馬様がそうおっしゃってくださるのなら、もちろん喜んでお相手させていただきます。礼を言う。この役目はティアモ、お前にしか果たせないと思っている。武術に長け、進化の心も理解し、何よりも俺の気持ちを汲んでくれている。そんな、龍馬様こそ進化の気持ちに応えようと努力を続ける立派なお方です。私、龍馬様と訓練できて本当に嬉しいです。この世界でお前と親しくなれたことは俺にとって大きな財産になるだろう。それは私も同じ気持ちです。今も龍馬様に話を聞いていただいて、なんだか心が軽くなりました。それは何よりだ。次は一緒に訓練をしながら、より深く語り合うとしよう。